どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好きガキオでございます。さて今回はガンプラレビュー動画ハイグレード144分の1、ザクワンをレビューしていきたいと思います。いや、ザクワンずーっと作りたくて、ようやく再販でゲットすることができました。でザクワンといえばオリジン版がすんげー出来がいいので、ぶっちゃけ今ザクワン買うんだったらそっちの方がいいんですけども、この HGUC のザクワンも相当出来がいいと聞いております。どんな感じなのか早速レビューしていく。はい、まずランナーチェックしていきましょう。そんなに枚数はない感じですね。全部で4枚、そのうちの1枚関節の部分は ABS なんですね。であとはポリキャップとなっております。シールも少ないですね。はい、そんなわけで完成しました。 HGUC144分の1、ザクワンでございます。いや、いいですね。これぞザクワンってデザインじゃないですか。まあ確かにディティール的にはオリジン版に軍配は上がりますが、これはこれで十分かっこいいと思います。でリアビューはこんな感じですね。このさ、ザクワンバーニアしっかりと造形されてますよね。リバイブじゃない方の旧 HG のザク2はこのバーニア造形されてなかったんですよね。で腰の部分は開閉して、ここにねバズーカ喧嘩することが可能です。それではいろいろ稼働を見ていきましょう。頭部はちょっとと重い感じもありますが、しっかりとぐるりと一回転回ります。でザクといえばこの裏側にね、モノアイの可動スイッチがあります。あ、いいっすね。やっぱりこう横見ててほしいな、ザクな。パーツを差し替えると指揮換機も再現できますよ。続いて腕部です。腕部さ、びっくりしたの、いくよ、よよ、めちゃんこ引き出せる。結構昔のキットでここまで引き出せるのすごいっすよね。肩のショルダーパーツも可動しまして、はい、腕もねちゃんと上げれますし、これびっくりした、肘ね、よ、どこまで曲がる。ちょっとこの角度は素晴らしいっすよね。みんなこんくらい曲がってほしいぞ、ザク。続いて胴体です。胴体はどうでしょうか。いや、どうでしょうかって言っちゃったよ。あ、いいですね。はい、ぐるりと一回転回ります。特に干渉はないっすね。お、そこそこ前後に若干稼働するな、こいつすげえな。ほんでキャット部、接続部分が1世代前のあのボールタイプなんで、このね股割りとかはできないですが、にしては結構曲がる方なのかなと思います。ギリギリ膝立ちできるかできないかっていうところかな。ガレンタックル、いやーいいですね。ちょっとザクワンかなり動きますねこいつね。いやー、これ評判いいわけだわ。続いて武装周り見ていきましょう。この子は武装が豊富。まずこちらザクマシンガンです。ザク2とはまた違ったデザインのマシンガンとなっております。これ結構秀逸なデザインしてますね。でこちらザクバズーカ、このデザインもねザク2と違った感じでいいですよね。ガキをこっち好き。あとこちらヒートホーク、これは腰に喧嘩させることが可能です。そしてこちらスパイクシールド、これ好きなんだよな、このスパイクシールド。これあるだけでなんかあのすごくカスタム機っぽくなりますよね。でさらにこちらシュツルムファウスト、シュツルムファウストはシールドの裏にこうやって固定させることも可能です。でハンドパーツも結構ついてきまして、左手のね平手があるでしょ。あとバズーカ用とマシンガン用で1個ずつちゃんとついてくるのね。でさらにこれ見てよ、バズーカラックなんですって。じゃあちょっと全部つけてみましょう。はい、こちらフル装備のザクワンです。めちゃんこかっこいい。ちょっと若干ねバズーカのこの部分がね落ちやすいんですけども、いやーでもこのフル装備感めちゃくちゃかっこいいぞ。うわ、全然関係ないけどジオニックフロントやりたくなってきた。いや、バズーカもかっこよく構えられますね。これすごいね。ちゃんと平手もついてくるし、このね肩が引き出せるから、めちゃくちゃバズーカをかっこよく構えさせることができます。なるほど、これはかなり良キットなのではないでしょうか。ヒートホークとシュツルムファーストは手に持たせることも可能です。やっぱりハンドパーツのねここが緩いのが昔のキットって感じはしますね。いや、ちょっとザクワンびっくりしましたね。武装も豊富でかなり動くし、遊び応え抜群のザクなのではないでしょうか。はい、そんなわけで今回はガンプラレビュー動画ハイグレード144分の1、ザクワンのパチ組レビューをお送りしてまいりました。思った以上に遊べるキット、
結構昔のキットとはいえ驚きの出来でございました。で、何より武装が豊富ってのがすんげえ遊びごたえがあります。これで1000円ちょっとだからかなりリーズナブルですよね。オリジン版のザクワンもいいけど、こっちの HGUC のザクワンも負けてねえ、そんなキットでございました。いろんな塗装だったり改造だったり、オリジナルザクワンを作ってみるっていうのもいいのかもしれませんね。今回は以上です。また次回の動画もご覧ください。ガキオでした。